ンポンパンポーン。私は涼子。どこにでもいる平凡な高校生。無事受験に合格して、この春から京都大学理学部に通うの。これから、どんなキャンパスライフが待ってるか、今から楽しみだな。ってことで、今回の動画では、とある体験談をもとに、大学入学から研究者になるまでのキャリアパスについてお話ししたいと思います。研究者、なってみたいけどどういう風な進路を進めばいいかわかんない、とか。理学部って就職無理学部なんでしょって人に見てほしいかなって思います。あくまで一例ってことに気をつけてください。あと、私本人の体験でもないですよ。架空の私として見てくださいね。では行ってみましょう。大学生になりたての私、入った頃はどちらかというと、数学科に行くつもりでした。けど、高校の時に得意だった数学や物理の授業を受けてみると、ちんぷんかんぷん。大学の授業って高校と全く違うんですよね。まず、何喋ってるかがわかりません。そんな中受けた低温物理学の授業で、超伝導の浮上デモ実験がありました。巨視的な量子現象。そんな中二心くすぐるワードに心をわしづかみにされちゃった私は、物理学、それも物性物理学の道に進み出すのでした。4回生で無事、超伝導の研究室に入れた私、最初の選択肢は大学卒業後、就職するか、大学院に進学するか、って言っても、理学部物理学専攻では、ほとんどの人が大学院に進学します。なりたい職業もあんまりなかった私は、ほとんど迷わず大学院に進学を選択しました。大学院を選択したら、そのまま入れるわけじゃなくて、入試があります。入試は物理と英語だけですが、2日間にわたって試験が続くタフな試験で、8月の院試に向かって4回生前期は院試勉強を頑張りました。私は超伝導の研究がしたいっていうモチベーションで京大理学研究科の院試を受けたんで、研究室選択に迷うことはなかったですが、他の大学や研究科の大学院を受ける人や、どの研究室に行くか悩んでる人は、早めにいろんな研究室を調べるといいみたいです。京大理学研究科だと、5月頃にあるローレンツ祭でいろんな研究室の研究内容を聞くことができたりします。1、2、3回生のうちから参加しとくといいかも。勉強の会あって、大学院に無事合格した私。4回生後半から、いよいよ本格的な研究が始まります。最初はどう研究を進めればいいかもわかんないし、装置の使い方もわかんないしで、指示を待つことが多かったんですが、徐々に研究にも慣れてきて、研究が楽しくなってきました。今から振り返ると、先生、先輩方に随分迷惑をかけたなーって思いますが、それでいいんです。先輩の立場になって思うことは、こっちがなんか言うまで待ってる人より、自分でガンガン動いて、わかんないことはちゃんと聞く人の方が教えやすいってことです。自主性ってのは、多分そういうことです。卒論もそこそこに、大学院に入学して最初に思うのは、大学院生って忙しい。毎週午前中は、月曜と火曜に授業、木曜はコロキウム、金曜はゼミと、ほぼ埋まってます。その合間を縫って研究やバイトをするので、ぼーっとしてるとあっという間に1年、2年経っちゃいます。目標、目的を持って研究を進めていきましょう。ちなみに、ゼミっていうのは複数人、今回の場合は主に研究室のメンバーで教科書を輪読するもので、超伝導や時制の教科書を読むことが多いです。日本語だったり英語だったりします。コロキウムは、担当の人が自分が興味がある最近のトピックスに関する論文を紹介するもので、ジャーナルクラブって呼ばれてるとこもあります。うちの研究室では、質疑応答も込みで、発表は原則英語なので、慣れるまでは準備が大変でした。忙しい合間を縫って研究をして、うまいこと成果が出ると、学会発表の機会があります。M のうちに論文を書くのはなかなか大変なので、学会発表が修論以外で自分の研究成果を発表する唯一の手段なことが多いです。あ、M っていうのは修士課程の学生のことです。博士は D、学部生はバチェラーの B で、あと2学年の数字を足して表します。M1 とか D3 みたいな感じです。
学会には物理学会のような数百人から数千人が参加する大規模な学会もあれば、トピックスを絞った研究会もあります。国際会議ってのもありますね。これまでは世界中、日本中のいろんな場所に行けるいい機会だったり、他の研究者の方と交流するいい機会だったりしたんですが、今後はどうなっていくんでしょうね。大学院に入って1年が経つと、次の選択肢がやってきます。大学院博士課程に進学するのか、就職するのか。この選択では7割の人が就職、3割の人が博士課程に進学って感じです。私は正直悩みました。研究は楽しかったけど、そのまま大学や研究所で研究者になれる自信はなかったし、 D に行った後の就職先がないんじゃないかって不安でした。でも研究もうちょっとしたいなーって。なんでいくつかの企業にエントリーシートを出しつつ、学進の申請書も書いてたんですが、これが大変です。就活って国内企業、特に大手は大体3月から6月くらいまでが忙しさのピークです。で、学進の申請書の締め切りが5月中旬、つまり同時進行です。学進っていうのは日本学術振興会の特別研究員制度のことで、 D の学生が申請して採用されると、毎年240万円の給料に対応するお金と100万円の研究費がもらえます。M2 で申請して D1 から D3 まで3年間もらう DC1 っていうのと、 D1 もしくは D2 で申請して次の年度から2年間もらう DC2 があります。申請書は A478 ページで、これまでの研究成果や研究内容を書くので結構大変です。今思うと科研費申請書の予行演習ですね。科研費っていうのは、これも日本学術振興会が取りまとめる競争的資金ってので、研究者が研究したい内容の申請書を書いて採択されると数年間研究費がもらえるっていうシステムです。研究にはお金大事です。そんな感じで二足のわらじで頑張ったんですが、企業からお祈りされる日々、途中で研究者でもいいかなって思うようになってきました。ってことで M2 の春、 D に行くことを決意したのでした。ちなみに学進の結果がわかるのは10月ですが、学進も落ちてました。世の中そんなに甘くないです。博士課程はタライや他研究室に行かないなら試験とかはないので、 D に行くと決めたら研究を頑張るのみです。修論発表会を無事に終えたら3年間のドクター生活の始まりです。将来の不安は先送りされましたが、博士課程の間は研究に専念できて本当に楽しかったです。論文書いたり海外に出張する機会も増えました。ちなみに修士課程は真面目に研究してるほとんどの人が2年で終了しますが、博士課程はそうでもないです。真面目に研究を続けても論文になるような成果が出ないと3年で終了することはできません。4年、5年はザラっていう分野もあります。幸い私は3年で博士号を取ることができました。さて D2 になるとまたまた選択の時間です。企業に就職するか、大学研究所で研究者になるか。超伝導の研究をしてる企業もありますが、私がやってるみたいな基礎研究はできないです。お金になりませんからね。 D の間で少しずつ研究者としての自信がついてきた私、ここでは迷いませんでした。研究者になろう。一口に研究者って言ってもいろんな進路があります。一般的なのは博士号取得後ポスドク、博士研究員を何年かやってから助教になるコース。ポスドクっていうのは研究のプロみたいな感じで、科研費などの大型プロジェクトの研究を進めるために雇われる研究員です。だいたい3年から5年くらいの任期が多いです。募集が出てる時に応募して採用されてって感じです。もしくはコネです。同じ研究室に残ることもあれば、国内海外問わず別の研究室のポスドクになることもあります。日本学術振興会からお金をもらって自分の研究をする学進 PD や海外学進っていうのもあります。博士号取得後いきなり助教になる人もいます。なんなら
学生のうちに助教になって後から博士号を取る人もいます。最近だと助教って言っても雇用期限が決まってるとこも多いです。8年から10年くらいが一般的ですが、5年ってとこもあります。公募情報はしっかり見ましょう。それと特定助教とか特任助教とかの助教の前に何かついてるのはプロジェクト雇用の助教、つまりポスドク的なポジションなことがあります。ポスドクより給料が良かったりするんでしょうか。最終的なゴールとしては教授になりたいですよね。その前に雇用期限のないいわゆるパーマネント職を得て精神安定を図りたいところです。年齢的には30代前半あたりまでに助教、40歳前後で准教授、40歳中盤から後半で教授ってのが理想的なキャリアパスです。絵に描いた餅ですが、ちなみにそれなりの数企業に就職する人もいます。最近は博士でも普通に就職できるみたいです。なんで博士後の就職って選択肢もありです。ポスドク後に就職っていう道もありです。企業に就職してからアカデミックに戻るパターンもあります。自分の人生なんで、いろいろ悩んで最善の道を選んでください。そんな感じで平凡な高校生だった私がまさか物理学の研究者になるなんてでした。まだ研究者の道は始まったばかりですが、楽しく研究ができたらなって思います。コメントご意見がありましたらコメント欄、質問箱等でお願いします。面白かったなーって思ったらチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローお願いします。ほななー。